メルカッツも伊達に年は食っていないな。達者なものだ。ブラウンシュバイク公はガイエスブルグに逃げ込みましたが、もはや敵にはまとまった兵力といえるものは残っておりますまい。あとは時間の問題ですが。時間の問題か。メルカッツ、なぜもっと早く救援に来なかった？あまり怒るな。ブラウンシュバイク公は病人なのだ。病人ですって？精神面もな。その病気を育てたのは500年にも及ぶ貴族の特権の伝統そのものなのだ。そうだな、その意味で言うと公爵もむしろ被害者なのかもしれんな。100年前ならあれで通じたのだがな。不運な人だ。なるほど、ブラウンシュバイク公は不運な人かもしれない。だがその人に未来を託さねばならぬことはもっと不運ではないのか。この時すでにリップシュタット戦役の奇数は決していた。だが惨劇はここから始まる。